はい、どうも峰島です。今回はですね、エネオスの会長が辞任したそうなんですけど、これがですね、香川照之さんばりにはちゃめちゃやって辞任したっていう話で、デイリー新潮と日刊現代が取り上げていました。このお話をしていきたいと思います。エネオスの会長、元会長ですね、杉森会長っていう方なんですけど、この方がですね、8月に辞任してました。なんで辞任したのかって、突然辞任を表明ということで、一身上の都合っていうことで辞任表明したらしいんですよ。それでなんか株主とかいろんな方からなんでなのっていうことで疑われてたみたいなんですけど、これがですね、なんとですね、那覇の沖縄ですね、沖縄の那覇のホステスさんに胸を触ってキスをして、挙句の果てには骨折してたっていうことで、それで今日デイリー新潮と日刊現代がこれを報じてたんですよ。記事の方は概要欄の方貼っときますけど、松山っていうところがあるんですね。沖縄の松山っていう繁華街があって、キャバクラいっぱいあるんですよ、そこは。でそこに行って、キャバクラなのかな、これはクラブなのかな、2時間ぐらいね、お気に入りの子がいたらしくて、2時間ぐらい胸触ったりとかキスしたりとかして大暴れしてたみたいなんですよ、 VIP ルームで。最終的にはね、上半身を裸にさせちゃったらしくて、それで肋骨が折れてたっていう話ですね。肋骨が折れちゃってたみたいな感じで、これが7月の出来事だったそうです。それで8月に辞任してっていう感じの流れになってて、首を絞めるような格好でキスを強要って言ってますね。でこれ嘘かどうかっていうのは、このエネオスホールディングスとかこの本人もね、認めてるみたいなんで、これはまあ本当のことなんだろうなっていうことですよね。でこの杉森さんが良くないのがですね、なんか銀座ではこのぐらい当たり前だぐらい言ってたらしいんですよ。で銀座といえば香川照之さんですね。この前炎上してましたけれども、銀座ではちゃめちゃやったっていうことですね。まあそういう話で、これでホステスさんとかキャバ嬢とか全部の問題になんか波及しそうな感じですよね。要は金出してそういうところで飲んでる男たち、なんかね、ひろゆきさんが言ってるんですけど、まあ、そういう被害があるだろうと。男は男で、まあおっさんですけどね、おっさんはおっさんで、いや金払ってんだから揉ませろみたいな何やってもいいだろうみたいな、そういう風潮じゃないですか。かたやね、お金もらってんだからお前ら何でも黙ってろよみたいな。まあ銀座っていうのはほとんど漏れないように、口が固いようにやってるということは聞いてますけれども、だからね、その密談とかができるっていう話なんですけど、さすがに骨折させたりとか、そういう性被害をガンガンやられたりとかっていうのはやばいと思うんですよ。ある程度のそのマナーがあって、例えばね、その密談をすると、政治上の政治家がね、政治上の密談をするとか、そういう大きな会社の社長さんが新しい内々の取引の密談をするとか、それはまあいいと思うんですよ。あとスマートに飲んでれば、何でもね、怪我させてまで性被害に合わせてそれを黙ってろっていうのはちょっと違う気がするんですよね。なんかみんな PTSD ですかね、ストレス性なんとか障害、あれになってたりとかして、香川さんの話もそうなんですよね。今回もなんか PTSD になってるとか言って、こういうふうにその女の子をなんか苦しめるようなことをして、それを黙ってろと、これはおかしな話なんですよ。だからまあ僕はそういう飲み方しませんけど、そもそもキャバクラにあんまり行かないか、まあ、居酒屋では飲むんですけどね、キャバクラにはあんまり行かないですね。居酒屋で飲む時もね、酩酊する時もありますけどまあまあライブでもやってますからね、だけどなんか人に危害を加えるってことはしないですね、よっぽど酔っても。まあ変なこと言ってる時はありますけどね。最近こういう告発が多いじゃないですか、そういう夜の世界の人たちがお店でこんなことやられた、あんなことやられたって言って、これはね、犯罪ですからね。そういうセクハラを、同行したセクハラっていうのは犯罪だと思うんですよ。さすがにね、怪我までさせちゃったりとかして精神疾患にも追い込まれてみたいな。だから節度を持って飲むにしてもね、いくら酔ったからって言っても何でもありってわけじゃなくて、節度を持って、やっていただけたらいいのかなと思います。大体ね、上場企業のね、会長とか社長はね、そういうスキャンダルで一気に株価が下がったりとかするんで、そういうの気をつけてるんだと思ってたんですけど、やっぱり違う面もあるみたいですね。ということで、まあ、この前香川照之さんがね、銀座ではちゃめちゃやってたっていうので炎上してましたけれども、今度はエネオスの会長が沖縄の那覇の松山ではちゃめちゃやって辞任してたということで取り上げてみました。なんかこういう夜の店関係のお話っていうのは今後も取り上げていきたいと思いますんで、見たい方チャンネル登録お願いします。それじゃね。